どうもお疲れ様でございます、まあ、最近はですねえ地方のローカル線 JR の路線がすごく赤字を出してるってことでねもう廃線にしようかっていうふうなあ風潮が全国各地に行き渡っていってってしまっているんですよ、まあ、そうなると困るのが地域の少数であるけれども電車しか交通手段が選べない人ですよね。 まあでも少数のために多くの人の税金を投入するそれが果たしていいのかどうかあそして JR は民間会社ですから赤字を垂れ流しながらでもその少数の方のために維持していくことが本当にいいのかどうかっていうね、まあ、どうしてもそういう議論に立たされることになると思いますはいその中でね今回は鉄道のことをお話ししたいんじゃなくてあの美術館についてちょっとね見てみようかと思うんですよ あの各市区町村でも美術館の運営っていうのはされてますけどもはっきり言って美術館に来場者の方っていうのがそんなに多いわけではないんですよ私の知っている美術館でもね年間の来場者が50人とかっていうところがあるんですよで維持費はねやっぱりそう数百万から数千万かかるわけですよねでもそういったものっていうのはやっぱり歴史的文化遺産ということで国の補助金などで、まあ、あの維持されている例が多いんですよね まあそれはそれで私ね、まあ、立派なことだと思うんですけどもでも市区町村の運営になると市区町村の負担もあるわけですよそうなった時にある市でね、まあ、こんなあ決議が出されたことがありますそれはあの市運営の美術館を廃止しましょうっていう問題なんですよそれについてその美術館を擁護したい議員っていうのがいるわけですよね市議会議員の方とかが おそらくその美術館で働く人のバックアップを受けている市議会,だと市議,会議員だと思いますけどもやっぱりね、えー、その美術館について廃止を反対すするわけですよ。まあ、当然予算の関係で言うと廃止をした方がいいのは間違いないですけどもじゃあその美術館で働いていた人の雇用はどうするんだってことになってきて働いている当事者としてはやっぱりねなくしたくないですよねだって人が来ないから暇でその割には安定した給料が入ってるわけですから。 だからそういった立場にいる人はあの市議会議員さんを焚きつけてね美術館の維持にものすごくこう力を出してくるわけなんですよ。でその負託を受けて市議会で美術館の廃止に対して反対運動を出していくってことがあの市の執行部とそれから市議会のまあ一つの対立になるわけなんですけどもで市長が聞くわけなんですよ。 うんあの市議会の方がね一生懸命言われて文化的な遺産があってあらすごく重要なんだって力説されるから聞くんですよそこまで言われるあなたはその美術館に今まで何回行かれましたって聞いたらその人は一回も行ってないって言うんですようんでそこまで力説してるあなたがね一回も美術館に行ったことがないのになんでそうなっちゃうんですかっていうところからしどろもどろになってきてえ結局その方はねあの 美術館の維持に反対しきれなかったっていうね、まあ、そんなあ答弁が終わったということになりますでまさにね美術館って実際に来場者の人数っていうのがはっきり出てますんで JR のその地方線ローカル線と同じようにねそうなった時に再三の面で言うとやっぱり残せないんですよじゃあ文化的遺産をねなんかね守りたいっていうんだったら別にこの市でなくても例えば隣の市と合併して えー、そういいったた資料を寄贈すするるみなな方法もあるわけなんですよね当然そうなると今までその美術館で働いていた人の声は失われますよでもやっぱり数字を削減するっていうのはそういうことだと思うんですよ。 で、予算ってのはこれからある、あの、あらゆる地方自治体でどん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 短くなっていくんですよね。例えば200億円ぐらいの予算で運営してたところがあるんですけども、市があるんですけども、ある市がね。そこは毎年2億円ずつどん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 減っていくっていう予算状況なわけですよ。それは住民も減っていくし、あの、サービスの種類も変わっていくしって感じで、もうそれは避けられないんですよね。じゃあ何もかも残すってことが不可能な時に、少しずつ何かをやめていかなくちゃいけないってことになるんですよ。で、逆に言うと採算が取れるものを作っていかなくちゃいけない。 ところがあそこのね市長が採算を取るためにいろんな施策をするんだけどもお市議会っていうのは反対するとなんで市議会が反対するかっていうとやっぱり市議会議員さん一人一人が地域のいろんな団体の支援を受けて当選してるからなんですよねじゃあバスを廃止しましょうっていうふうに市長が全体の市の良さのことを考えて進言した時にね市議会の方で バスの運営会社のバックオープンを受けて当選した市議会議員さんっていうのはやっぱりねバスを存続しましょうってなりますよねで実際バスが廃止になるとあのそのバスの関連会社とかその関係の人の指示を受けられなくって市議会議員のその議員さんも失職するわけなんですよ <laughs> でもそれが本当の姿だと思います、うん、もうねあの役割を終えた市議会議員さんも自然に えー、バッックアップを、ね、失ってて退場していく、まあ、まさにねあの時代と合わせてそうなっていくのかなと思いますし逆に市議会議員さんが増えていた時代高度経済成長期の時代っていうのはたくさんの問題とかそれを解決したらどのくらいの収益が上がるか見込みがあるかっていう右肩があるの状況だったんであの市議会議会員さんんんをどんどん増やしていく方向にあったと思うんで,すよ、ね、でも実際に市議会議員で何期も当選しちゃうとその他の仕事ってのはほとんどできませんから。 だから自分の職を守るためにも居座っちゃううのかなっていうといころですよね、はい、ちょっとね頭の痛いことを話しましたけども、うん、この世の中のビジネスモデル時代が変わっていく中で人間も変わっていかないと結局はそういったなんかねしがみつくようなねなんかいまいましい関係になっていくのかなっていうところでございますそれれでではお疲れ様です。